すごいね。波が荒くてさ、こんなに急に削られてきて。ワニ。おお。おはようございます、ベノスピアーズ。今ね、サンクリストバルでラスカサスに、ね、メキシコの都市だよね、南の方の都市に来ているんですけども、今日はスミデロ渓谷の方にね、来たいと思います。楽しみ、ね、久々に早起き、早起きってもう9時、今もう9時か最近結構朝起きるの遅かったんで、今早起きして宿のところまで迎えに来てくれるみたいなんで待ってます。はい、壮大な自然が見れると思うので楽しみにしていきたいと思います。バイバイ。はい、ということでね、1時間ぐらい車で来てね、爆睡しました。爆睡してビューポイントに着いたんで行きましょう。ちょっと気温が全然違う。サンクリは本当に寒かったけど、とても暑いよね。すごいね。これあれじゃない？ダニエルが言ってたさ、1キロぐらい、うん、ね。すごいよね。すごい。このスケール感はなかなか動画では伝わらないね。あ、本当だ、ボートがいる。確かにね。おお、すごい。着替えてます。暑くて。ちょっとね、シートテックをね。あのライフセービングやってたんで、外で着替えるの得意。本当に気温が全然違う。全然違う。標高がめっちゃ暑い。相当下がったんじゃない？そうかもね。これは 2100m だったけど。はい、ではね、2つ目のビューポイントに着きました。ミラドール・ロス・チアパ。ラス・チアパ。ミラドールは展望台みたいな意味だよね。うん、うん、なんかさ、ね、楽しそうなのがあるよ。本当だ。でも先に景色だよね。先にね、はい、景色を見ていきたいと思います。はい、ああ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 、これもかな。ああ、一緒、これもじゃあね。Una para mí. Ah, me gusta mucho. Una para mí. Gracias. Ah, de nada. De nada. Bye bye. なんか嬉しい。ね、なんでだろうね。ね、なんだろうね。珍しいのかな、アジア人が。ね。なんか結構あるよね、メキシコに来てから。ね。それかこれ持ってて YouTube に見える。ああ、そういうこと？見えないよね。わあ、すごそう。パルケナショナルキャノンデルスミデロ、スミデロね、スミデロ渓谷。おお、もうすでにね、すごそうな景色が待っていて、気配が。さっきの方が見えた。あら、あっちはない、ほら。そうか。ここはちょっとあんま残念ながら見えます。感想が。多分ね、あっち側。はい、じゃああっち側行こう。はい、じゃあ。登ってきたんで、テイク2と行きましょうか。あー、見える、すごい。おお、あ、ただちょっとね、下の木があるけど、さっきのがすごすぎたもん。ただね、うん、すごいね。ただでも、すごい綺麗ですね。うん、ちょっとやっぱ上に登った方がね、いいかもしれない。じゃあ上行きますか。登りましょう。上に登ってきたらすごいね、これ。おー、ね、DJI ではこのスケールは伝わらないね。すごいね。いやー、これすごいね。波がだってさ、こんなに急に削られてできたってことでしょ、うん、すごいよね。なんかさ、例えるのも変かもしれないけどさ、グランドキャニオンみたいなスケールで、で、水とあの緑が生えてるみたいな伝わる。なんかさ、中国にもこういうのあるよね。あ、そうなんだ。見たことないけど。でも本当にすごい、これ。ね、全然知らなかったけど、それぐらいのスケール。スミデロ渓谷なんて、うん、すごいね。ね、あっち側も、こんな感じです。あ、ボートが行ってるよ。ボートが行ってる。うん、
当だ。あの後あのボート乗るのが楽しみ、トイレがね長蛇の列になっております。やっぱ女性のトイレが並ぶのはバンコク強風、ね、じゃあちょっと俺もトイレに行ってきます。いいなぁ、行ってらっしゃい。私はじゃあこれで遊んでようかな。アスレチックを見るとすぐ登りたくなるようです。はい、28歳。28歳アスレチックで遊んでおります。ふてててえ、やばい、引っかかった、やばい、あ何今ちょっと大変な、何最初さ、こういう体勢じゃなくてこうやって入ったら首が途中で詰まっちゃってこの状態でスタックして首折れるかと思った。あ、ダメじゃん、ほらニオスマクシモでペンアニオスって書いてある。やばいやばい、ダメじゃん、18歳もオーバーしてるやなかオプシー、はい、ちょ、ね、パンが安いんだよね。そう、物価ね、日本よりちょっと安いぐらいで、うん、でもね、パンとバスと電車は安い。はい、間違いない。なので、昨日パンを買ってきてるんで、あとビール、そうだ、ビールも安い。1キロぐらい下に下ってきたらね、うん、こんな感じです。すごい綺麗。あ、行きます、 OK、 あー、はーい、 OK、 呼ばれたので行きます。このボートに乗っていきます。私たち乗るのが最後で、まさかの2人で乗れないんです。一番後ろがまだ空いてるかな、乗れるかな。ね、無事というか、無事じゃないね、申し訳なかった、ね、ありがたかった ね変わってくれたのだよね、係の方がね、座れるように支配してくれたというか、気を利かせてくれました、ね、何人ぐらい乗ってるかな、ここ乗ってるよね、30人ぐらい、うん、もっとかな、40人以上乗ってるじゃん。あ、ほんと、うん、はい、じゃあ行きます。バン、戦場マーケットね、うん、ここで食べ物や飲み物が買えるみたい。ダニエルが言ってたね、うん、タイみたいだよって言ってた。確かにビールこうやって飲むの面白いよね。パンみたいにトマトジュースを入れてビールを入れて周りにねチリがついてる。一回飲んだよな、うん、グアナハトで美味しかったよね、うん、でもカズマはただのビール、ね、普通にビールで飲む方がねやはりドイツ育ちだからかな。アレックスがさ、ドイツ人に、ね、これを出した時に、うん、なぜこれをするのなぜビールをビールして飲まないんだって聞かれてめっちゃ面白かった、ね、私は結構ブラッドマリーみたいな感じだよね、カクテルの好きだったけど。何がさ、すごいシルドチン高い、でも濡れない、濡れないね、こっちに行ってるから。かわいい、かわいい鳥がいる、すごいピカピカ浮いてる、頭が大きくてかわいくない、ね、お、飛んでる、頭が大きい、ね、顔、くちばしが長い、ね、ワニが、ワニがいます、ね、ワニがいました。ちょっとね、遠くて見ないかななかなかに臭い何の匂いだろう、なんかやっぱ水のちょっとこう、ね、沼地の、水がちょっとそうあまりいい匂いではないなでもワニ見えてよかったね。そうだね、なんかの建物を説明してくれてるんだろうけど、私ね、オールスペイン語でちょっとよくわかりませんね、ながらね、そう、ここはね、普通にスペイン語のツアーにしまいます。すごい、ここロード・オブ・ザ・リングみたい、ね、うわー、本当にね、すごいね、これはこんな感じでね、写真を先端に行くと撮ってもらいます。いや、先端に人っていうか、前の人が前の人が行ってるだけこの人数全員無理だあの体験の差ね残念。今さっき、ね、前のところで2人に立って写真撮ってもらったけど、みんなね、それぞれが写真撮るように運転手さんが時間を ね作ってくれてました。はい、ね、体験の差はあんまりなかったです、よかったこれがだって1キロぐらいあるから Todo se va formando de las sales y minerales y el escurrimiento del agua. なんかあの船可愛いね。おお、なんか神秘的だね。でも上からさ、霧みたいな感じになって。キラキラしてる。ね、すごい神秘的ですわ。
そしてこのなんか地形面白いね。どうなってるこれ。なんかさ、自然の屋根みたいな、ね。すごいこれ。お、水が溜まってる。エラブロピースが。ね。猿がめっちゃいるの。あ、あそことか一番奥に住んでない。今裏下がってる。あ、ほんとだ。あ、いたいた。あ、動いた。お、動いてる。おお。すごい。わあ、見てここ。ね。ん？すごい。さっきね、猿が、あ、いた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 。あ、いたいたいた。おお。あ、マジでいたいたいた。すごい。ねえ。あ、登ってるよ、あそこよ。おーおー、ワニワニ。おー、結構近寄ってくれる。おー、あら、かわいい。え、あの、あそこ、あ、緑色のほう。あ、動いた。あ、あれか、隠れちゃった。あ、本当だ、緑だね。え、すごいね。少々かな、エンジントラブルかしら、止まってしまいましたね。すごいね、サルもいれば、ワニもいれば、イグアナもいれば、ね、サルもいて、すごいよね。こんな動物見れると思わなかったね。え、たくさん見れる。うん、なんかしかもさ、こうやって、まあ、今ちょっと船来ちゃったけど、静かになるとすごい動物たちの声を聞こえるよね。ピピピピピとか。船のメンバーの謎はついています。直してくれてる。お、大丈夫みたいじゃよ。上に戻ってくる。大丈夫だ。はい、じゃあまた出発です。わー、すごいね、十字架だ。うん、そうだね。うわ、すごいね。ライオンに見えるっていう。どこだろう。分かった人教えてください。そうなんだよね、このゴミが、ただ人のね、罪深いですね。楽しかったね。ね、楽しかったね。どれくらい乗ってたんだろう。結構乗ったよね。1時間近く乗ったんじゃない。1時間以上乗ったんじゃない。乗った場所とはね、違う、ね。うん。チアパデコルソっていう街に着いたので、ね。もう音楽が聞こえてきてて、ね、早くも楽しみに行きたいと思います。はい。チアパス料理ね、気になったけど。そう、気になるんだけど、まあ、ちょっと ね、結構ね、さっきパン2人で4つ食べたっていうのもあり、お腹膨らましちゃった。ね、あとね、ちょっと価格帯的にもね、ちょっと、高かった ね、 ちょっとね、観光地プライスだったので、節約しようと思います。リンゴもありますし、ね、これもね、バックパッカーの現実だよな。こういうとこはね、やっぱ高いんよね。うん、一品1000円ぐらいやっぱしちゃうから。そうだね、1000円どころかもっとか、1500円とかするってなると、うん、そういう時のためにリンゴを常に持ち歩いている、ね、はい、ということで、ちょっと市内を見ていきたいと思います。はい、どうなんだろう。活気があるのかどうなのか、空いている。感じだね。うん、かわいげな人形たちが。かわいい。カメとか豚とか。ね、ライオンめっちゃかわいくない。本当ライオンかわいいね。すごい細長いんだよ。本当だ。かわいい、あの奥の子も。ね。キリンも。へえ。ね。楽しいね、メキシコは雑貨巡りが。ね、雑貨が確かにね、かわいいね。カラフルだよね、本当に。カラフル。いや、これはね、なかなかメキシコから離れられないですね。そうなんだよね。チアパデコルソ、暑いね。暑い。ね、サンクリとの気温の差が。私、今、ヒートテックパンツだからね、もう。マジでね。汗かいて。そう、サンクリはだって朝出るとき震えてたもん、寒くて。カルマ、今日すごい寒かったね。ね、そうだね。こっち来ると。大丈夫、お腹。うん、お腹は大丈夫。朝冷えてしまったね。カルマ、下しがちな旅中。冷えにね、弱いっすね。
おお、なんか可愛い、面白いよ。麦わら帽子なのに、本当だ。キャップの形してる。おお、賑やかですね。え、なんかすごいこの人形。なんかバービー人形みたいなこと、もうちょっと違う感じのこと。これが伝統衣装なのかな。ね。カラフルだ。はい。ということでね、今日ほぼ丸一日だね。うん。今5時ぐらいかな、夕方の。うん。すごい楽しかったね。楽しかった。とってもすごかったね。今日僕すごかったね。うん。スケールがね。いや、山はさあるけど、あんな崖みたいなね、そう、垂直に断崖絶壁で 1000m、ね、あと、ね、猿、イグアナ、ワニ、ワニ、あと鳥、かっこいい鳥もいたね。そう、いや非常にね、大満足ね。なかなかスミデロ渓谷、ここに来るまで知らなかったし、あんまり日本では、ね、多分知られてないんじゃない、うん、そんなに、と思うけど、すっごい良かったので、ね、ぜひぜひ皆さん、ね、メキシコにシアパスとかね、サンクリストバルに来た際にはぜひぜひぜひ行ってみてください。またね、はい、バイバイ。スーパーで買ったクッキーが美味しすぎるっていうので、ちょっと止まらないですねこれめっちゃ美味しい。何枚食べたカズマ、わかんないだってさ、結構入ったらもう半分以上ない。絶対リサよりカズマの方が食べたことないし。そうだよ、甘いものも好きなんですよ。はい、あと1枚食べたいと思います。なんでレポート式面白いね。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。